皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は4月24日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。圧倒的に母親の立場が弱かった戦前の民法下において、糸口がないかと必死に戦う梅子さんに泣いた。子供を手放したくない、そのために名律に入って学ぶ彼女の独白を、親から捨てられ売られそうになったヨネさんがじっと聞いている。彼女の胸中はいかに。トドロキ君は男子たるものこうあるべきに囚われてはいるけど、男社会に迎合するためにやってるわけではなく、自分の心情としてやってる。都合のいい時だけ男子を利用したりしないんだよね。力仕事とかも厭わない。名律女子たちとの交流で人間たるものこうあるべきに変化していくのかな。そっか、梅子さんが旦那の前で寸を通り越して無になっているのは、弁護士になって親権を得る糸口を見つけたいという自分の野望を旦那に悟られないためでもあるんだね。何も考えていない愚かな妻を演じているんだ。その時が来るまで虎視眈々と。人に優しいこと、人に気配りができること、梅子さんのそれは智子たちには感謝され、愛される美点になる。だけど感謝もなく、ただ搾取するだけの夫には通じないどころか、それが当たり前になり、少しでも何かあれば攻撃される理由にしかならず、子供までそんな夫に染まってしまうなんて絶望だよ。梅子さんはこんなに強い思いを抱えてもなお、時にはスンとして、時には朗らかに、本当に強い。智子や米さんのようにまっすぐに自分の意見を言うだけが強いわけではないという側面もきちんと描いてくれるんだよね、この朝ドラは。花岡が早くに母親を亡くしていると聞いた時、梅子さんの表情がさっと曇った。何かを察したように、あのメンバーの中で実感を持って少年の頃の花岡を想像できるのはきっと梅子さんだけだよね。梅子さん、夫は弁護士で長男は帝大生、傍から見れば恵まれた両家の奥様なんだけど、でもそこは彼女の地獄だった。法学部へ行くのは地獄だと春さんは言ったけど、梅子さんにとっては一緒に手を取ってくれる仲間がいる、やっと見つけた楽園だったんじゃなかろうか。回想シーンの梅子さんの次男、心配そうに母親を見つめているんだよね。きっと彼は大丈夫。そして次男くんもきっとできる長男と比較されていて、父親や長男の前ではスンとなっているはず。男の世界での上下関係がすでに始まっているはず。民法では親権は父親にあると定められていると知っている梅子さんにとって、初めての裁判所で見た峰子さんの判決は、もしかすると自分が親権を持てるかもしれないと一筋の光が見えたものになっただろうな。あの判決が梅子さんの学ぶ力になっていることは間違いない。梅子さんが離婚に臨んだとして、鼻から長男の親権を諦めて次男三男の親権だけを取りに行くとなると、長男もまた傷つくことは必至なんだよ。進んでも進まなくても地獄、それでもやり遂げなければならないと梅子さんは前を向いてるんだよね。梅子さんの姑も若い頃に同じことをされて、孫を奪うことで息子の育て直しをしたかったんだろうか。結局優秀だが冷たい
息子2号が出来上がったのを見て、姑はどう思ってるのだろう。梅子さんはその負の連鎖を切ろうともがいているのかもしれない。皆さんが私を好きになってくれたから、自分を当たり前のように尊重し好きだと言ってもらえる環境の中で、どこを向いても嫌われ軽んじられている私の話は持ち込みたくない気持ち、わかるな。梅子さんは誰よりも気が利くし、誰よりも優しい人だ。母が頑張って育てても、当時の男クラブみたいなものに子供が知らないうちに入れられてしまって、勝手な男の常識を吹き込まれてしまう。妾を作るのは男の解消とか、女なんてこうこうであるとか、分かっちゃいない男クラブの輪で女性への誤解がすくすく育っていく。ヨネさん、はじめは梅子さんに主婦の暇つぶしと言い放ち、家事育児をしながら勉学に励んでると印象が変わっていったけど、さらに離婚して親権を得るために必死と知った今、人は人に見せている側面だけではわからないと気づいたかもな。弁護士としてだけじゃなく、人としても大事な気づきだよね。他の女性と違う状況にあるから、特別だと認められたいわけじゃない。ただ同じ権利があるということを理解してほしいだけなんだよ。そこが伝わらないもどかしさは現代と一緒だよね。特別扱いすることは尊重してるということではないんだよ。子どもの親権を得るために弁護士になろうとする、それでもやらないといけない、今はダメでも糸口を見つけてみせる、こういう女性がいたから今があって、そして今再び危機にある。梅子さんの話を聞いて、誰よりも大粒の涙を流しているたまちゃん。オープニングの歌詞、人がのたまう地獄の先にこそ私は春を見る。今日は梅子さんの地獄を見たし、その先に今の段階では見えない春を熱望してしまった。ピンと跳ねた髪の毛を崩さないためなのか、帽子を斜めにかぶっている小橋、なんだかだんだん好きになってきたぞ小橋。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。